い、皆さんこんにちは、スタンチャンネルのたくみです。というわけで、新しくスナイパーをやっていきたいと思います。ですね、今までのやつはですね、まあ普通にまあアサルト、まあレッドっていうのかな、 RED34 ですよね。まあそれでまあやってきたわけなんですが、今回からはまた別でございます。今回のシリーズの名前は、まあ、動画を見ていただければわかるんですが、砂初心者のスナイパー無双を目指してという動画のシリーズとなります。今までやってきたのがね、FPS 初心者のマルチ対戦実況という、まあね、シンプルなやつだったんですが、こちらでは砂初心者のスナイパー無双。まあ、本当はね、砂&FPS 初心者なんですけど、さすがそこは割愛していきます。で、まあ、具体的にどのようなものかはご説明します。FPS 初心者のマルチ対戦実況というのはですね、まあ普通にロードアートさんなんですけど、俺の場合は、アサルトのこちらを使っている、動画実況となります。まあね、普通にこちらも出していく予定です。でですね、まあ、スナイパーと分けているんですが、スナイパーは自分好きなので、こんな感じで、ね、2つあります。はい。で、こちらで、やっていくのがスナイパー無双を目指してです。まあ、このね、ロードアート1と2の差はないです。あるとするのはスコープですね。こちら CTS スコープで、こっちがサーマルですね。じゃあちょっとね、装備紹介を始めやっていきます。まずね、スナイパーはこんな感じになってます。一番やってますね。はい。で、E24 ですね。エニシ。もちろん、マズル、ノズルっていうかな？は、マズルか。は、リコールブースターで威力マックスでございます。まあ、どう狙えば一発ですね。ワンパンです。で、こちらがエクステンド。まあ、これはそうでしょうね。で、CTS。4倍ズームと、マーキングレーザー付きの戦闘用広角標準値ということでね。かっこいいですね、CTS。で、ロードアート2の方はですね、まあ普通同じです。普通に LCD サーマルになってるだけです。で、サブなんですけど、このホーク13ですね。まあ基本あまり使わないと思います。はい。こちらまだね、解放してないです。まあ、解放してないというか見ていただければわかると思うんですけど、なんかスコアがちょっとバクってですね、本当はランク5、今これ解放してありますけど、なんかね、うまくできてなくてね、結局こうなりました。でね、サプラッサーが一応つけてるんですけど、つけない方がいいのかな？よくわからないんで、教えていただきたいです。誰かお願いします。で、まあ、投稿武器はインパクトですね。まあ、いろんなものがあるんで結構面白いですよね。まあ、自分はインパクトにしております。まあ、インパクト使うかな？はい。まあ、そんな感じでやっております。では、早速、マルチプレイの歩道をやっていきましょう。でね、ちょっとね、仲間が戦ってるんで、まあ、せっかくだから参加しましょうか。はい。やっぱね、フレンドを大切にするっていうね、この気持ち？そうですよ。まあ、フレンドなんでね。はい、というわけで、屋上になりました。では、仲間を助けます。はい、サポートは、こちらで爆撃したいと思います。で、ロードアートは、こっちでサーマルでいきます。はい、スタート。ちょっと待って、スタート間近に敵がいるっていうね。よし。じゃあね、僕はスナイパーの場合は大体墓地で行きたいので、墓地で、一人で無双しましょう。いやー、一匹狼ってのは悪くない気がしますけど。ちょっと待って待って、回り込もうぜ。あー、やられた。ちょっと待って。あ、でも仲間ないっす。よし。屋上の、さらに屋上的な。あ、ごめん、仲間だった。ちょっと、ね、仲間をバンバン撃ってるとね、人間不信かってね、思われちゃうね。ま、そんなのはどうでもよくて、やっていきましょう。ちょっとね、分散しかけてますね、人が。多分登ってくるんだよね。ごめん。殺す。殺したいから殺します。で、こっちにも一体いるよね。ん？何？登り、待って。注意になりましたよ。
お、ナイス、仲間ナイス。ナイス。敵見つけよう。お、オートタレット。いいぞ。もっとやろう。ちょっと待って。どこから攻撃受けてんの？ここ？よし。俺もドローンで味方を助けよう。こうやって味方にも意味あるんですよね。ちょっと意味なかったらちょっと今、あれですけど。お、下にいるね。下にいるね。下にいるね。はい。はいはいはい。ちょっと待って。あ、ありがとう。仲間はナイス。上に登って来られると俺死んじゃうな。ごめん。ちょっと待って。登ってこないで。ここの警備しても、あ、そっちね。登ってきちゃった系ね。はい。はい。お、仲間ナイス。よし。じゃあね。まあ、あまり俺なんかスナイパーはなんかイモルっていうかな、動かないのが強いって言いますけど、なんか止まってんのも嫌だ。あれ？どこから投げてきたんだ？すげえな。多分、すんごい変な回転かけないとね、あのインパクト投げられない。ちょっと待って。ごめんね、ちょっと待って。許さんよ、そういうのは。で、そういうのね、許さん。ちょっと待っ！ちょっと待って、この、エイゼックスだっけ？よくわかんないけど、これ、同じクランの仲間や。あれ？これ、クラン助けるんじゃないの？人。めっちゃ、ああ、ちょっとね。はい、こうやってね。ちょっとね、様子を見て殺すと。そっちにいるのか？いないね。いやー、サーマル便利だわ。サーマル便利。ちょっと待って待って。え、敵は？敵は？登ってくるつもり？いないよね。あれ？どこ行った？殺してくれたんか？ありがとう。仲間っていうのは素晴らしいね。え、ちょっと待って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 。よし。仲間の怨念晴らしました。ごめん。あー、やられちゃった。俺って殺すときごめんって言うよね。よいしょ。1体殺したいなぁ。そっちか。あ、後から入ったんですけど、こんな感じですね。相手みんな抜けたね。なんか、途中から抜けるのはどうなのかなぁ。俺は本当になんか、好まない。じゃあね、建設現場行こう。あ、屋上になっちゃうかな。果たしてどうなんでしょうか？はい、というわけで建設現場になりました。まあね、建設現場好きなんでね、やっていこうと思います。では、よし、じゃあやっていきます。でね、サポート、こっちに行くしますね。敵を表示。敵の位置を表示。あ、ドローンとやっぱ違うんだ。で、ロードアウトはですね、普通に演習でいきます。あれ？人が入ってこないぞ。1対1は嫌だよ。1対1は嫌です。お、仲間。ナイス、ナイス。やっぱ一人いるだけでも心強いですからね。じゃあ、よろしくお願いします。じゃあね、相手、あれ、え、ちょっと待って、敵増えた、敵増えた、敵増えた。え、ちょっと待って、そっち？そっち？ごめん。うん。俺、近くでもね、スコープ覗く派なんだ。普通に腰打ちやりにくいからね。視界狭まったとしても。これでやるよね。これも場所割れてるやん、場所割れてるやん。どこどこ？めっちゃどこ？あ、そっちね。さっきさ、リスポーンしてますか？移動したとか？なんか、瞬間移動的な何かをしてるから困るんだよな。そっちいいのか？やられてないか。すごい、呪い。ちょっと待って。ちょっと皆さん、ちょっと通信環境が気になるわ。ちょっと待って。サブマシンガンに、すごい強い。性行為の疑いで帰されました。
やっぱあいつのせいだったのかな。でも味方だよな。さっきの敵。まあ不正行為は許されません。うん。味方だったとしてもね、許しがたいですわ、マジで。つまんなくするんですよね、そういうの。本当に。てめえ、撃ってんじゃねえよ。おいおいおい。届いてないぞ。ごめん。俺今やりたいんさ、これ。ごめんね。俺今ミサイル撃ちたいんさ。うん。ナイス。いいねえ。ミサイル、ミサイル。ちょっと待って。2発しかないよ。空爆ここにいれば問題なしです。あざーす。ちょっと待って、そっちね。ちょっと皆さん、やるの早い。ナイス！ちょっと自分で行っちゃおう。ちょっと、リーコン！どこに隠れてやがる？リーコンエアクラフ！そっちね。え？え？ちょっと待って。なんで今殺せた？殺ろう。マジっすか。いやーでもグレネード面白いわ。やられたくはないかね。まあ、報復以外には使わないんで。報復って言うと結構なんか、あれですけど。まあ、やられたらやり返す。主義。主義かなこれは。よし、リコン。そっちにも一体いるのね。重い。ちょっと、重い。そっちにいいんだよ、一体。どこ？はい、はい。ね、すごく重いんです。なんかね、ここ2日か3日、すんごいトロトロしてる。でね、めっちゃやりにくい。まあ、それでも殺してるんですけど、無理やり。まあ、あまりいいことじゃないね。ほら、すんごい呪いでしょ、これ。ちょっとね、逃げんね。おいおい、やられちゃうじゃん、こんなことでくるくるしてたら。ちょっと待って、人いすぎ。あー、やられちゃいましたね。後ろか。まあ、そうだろうね。後ろにたくさんいたもんね。どれ敵に回していいかっていうか、なんていうかな。誰を倒していいか、こっちにいいか。あー、やられちゃいました。やばい。俺のせいで。あー、かっこついてんなー。やりにくいっちゃありゃしね。ごめん、ヘッドショットさせていただくよ、これは。おい、ちょっと待って。ブラストキル効かなかった。よし。あ、効いたのかんじゃ。ちょっと待って、コントローラーとの接続が切れましたってどういうことよ。